皆さんこんにちは。改めましてリメイジです。今回は海外の病院について皆さんにシェアをさせていただきたいなと思います。いや、お久しぶりなんですけれども、私ここ3ヶ月ぐらいずっと謎の病気に悩まされてきて、現在ね、今タジキスタンからインドに移動しました。はい。で、まあ、これについてはね、今度詳細はね、皆さんにシェアをさせていただきたいなと思うんですけれども、まあ、その話はちょっと置いといて、2カ国の病院を私行ってきたので、それをね、皆さんにシェアをさせていただきます。で、これなんでシェアをしようかなと思ったのっていうのが、海外で病気になると、まあ、移住している方もそうなんですけれども、まあ、高額な費用とか、あとどういう感じで病院の対応すればいいのかって結構皆さんわからないこと多いと思うんですね。実際私も本当にね、わからなかったので、本当にね、難しかったっていうのが正直な意見で、で、私のね、この詳しい病名についても皆さんにお話をしようと思うんですけれども、今回お話しする目次なんですけれども、詳しい病名についてっていうことと、2カ国病院に行ってきたので、その様子、そして、これ皆さんね、気になると思います。詳細費用ですね。医療費用を皆さんにシェアをさせていただきたいなと思います。このような順番でお話をさせていただきます。インドの病院、結構いろいろありました。はい。まずね、これ気になると思うんですけども、早速ね、私の病気について皆さんにお話をしていきたいなと思います。はい。今日ね、ちょっとインドね、雨がすごくて、もう湿気がめっちゃやばくて、ボサボサなんですけど、まあそれはね、ちょっと置いといて。はい。で、これは私どんな病気になってしまったのかっていうと、副鼻腔炎という病気です。はい。この副鼻腔炎からのさらに慢性気管支炎にかかってしまいました。はい。これね、きつかったのよ、マジで。一週間ぐらい、本当に寝不足で寝れなかったんですよ、ずっと。で、39度ぐらい、熱が出たり、それをずっと繰り返してたのね。で、どうしてもね、仕事の関係とか、あとビザの関係で、国をまたがないといけないということで、その高熱の中ね、あんまりちゃんと治らない状態で、いろんな国をまたいでいたので、さらにね、悪化してしまったっていう形です。はい。で、この現象なんだけど、最初タジキスタンで起こったの。まあ、いけないでもないんですけれども、マイナス20度とかね、そういう過酷の中でね、生きていたので、まあね、ちょっと体調をね、崩してしまいました。で、普通に治るかななんて思っていたら、全然治らなくて、ウズベキスタンに一回、移動をしたっていう形で、ウズベキスタンの病院に行きました。まあね、治らない間にいろいろね、国をまたいだら、そういう風にね、なりますよっていう感じなんですけれども、そうなってしまいました。はい。何が大変だったかって、別に、海外の病院行くのは、もうなんか、ジョージアの時も行ってたから、ある程度わかるんだけど、マジで、言葉?私の英語話せるっていう人のレベルっていうのは、もう日常会話ペラペラっていうのが、私の中での英語めっちゃ話せる人っていうレベルなんですね。旅行ぐらいの英語は話せるけど、本当に何も話せないっていう人よりは話せるけど、病名とか、体の、その、内部のこととかって、日本語でも分かんない時あるじゃん。病院に行って、あなたはこうこうこういう病気ですってすごい難しい言葉を、日本語でも病名とかって難しくない?副鼻腔炎なんて、なんか日常的に使わないじゃないですか。ね。慢性気管支炎英語で言えなくねって思うんだけど、そういったその病気の言葉がマジで分からなくて、またね、これもね、国をまたいでのいろいろ検査をしたので、かなりの時間とコストがかかったっていうの。海外でね、意思疎通ができないことは当たり前にあるんだけど、それ以上に本当に難しい言葉が飛び交ってたので、かなりね、難しかったです。はい。もう一個なんだけど、体の乾燥がやばくて、まあ、こんな感じで乾燥してんの、ずっと。本当に、鱗のような状態になってしまった、体全身が。で、まあ、私もさ、肌に知識が多少ないともあるので、いろんな成分を試してみたんですけれども、それでもね、治らなかったので、インドで、皮膚科の方も見てもらったっていう形です。これやばいでしょ?マジで私もちょっとびっくりしたんだけど、まあ、びっくりしてるんだけど、今でも。まあ、そういったね、問題も今抱えている状態です。はい。そして、なんと、いくつか、インドでももちろん問題が起きましたので、それをね、この後の VTR でぜひ見ていただきたいんですけれども、ウズベキスタンでは、慢性気管支炎とだけ診断をされました。点滴のね、通院をしているところから VTR が始まります。はい、それでは早速 VTR、どうぞ。私今、点滴の通院をしているんですけれども、薬局でまずね、これを買わないといけないんですよ。これ多分結構日本では考えられないことだと思うんだけど、注射器と点滴を持参をして病院に向かいます。自分でこれをね、3日分保管をします。はい。
病院とかちょっとスーパーマーケットに見えない一瞬。This is doctor name, Dr. Devinder Kundra, doctor name. First floor you have to go. Okay. OPD 2 number, 2 number OPD. Coordinator is there, Sapna. Her name is Sapna. You have to contact with Sapna. Okay. Firstly, you have to go first floor, you have to make the billing for doctor. Fees you have to pay for doctor. What billing? Doctor consultation fees. とりあえず1階に行けと言われたので1階に行きます。今日は診察できるみたいです。めっちゃ広い。 OPD2 に行けって言われたので、これを持って OPD2 に行きます。最初に支払いしなくていいのかな。とりあえず受付に行こうと思います。むずい海外の病院。最初に多分お会計するんだよね。あ、うん、where is floor? Same floor. Straight and last operating number 5. Okay. Skin? Okay, skin ね、こっち。Thank you. First of all, you have to go to Dharma. First time skin? First time skin. Okay.とりあえずこれ2枚渡されて、1枚が呼吸科で、もう1つが皮膚科。大変だね、本当に。Room number 2. OK。あんまり全然見てもらえなくて、もうただ、その乾燥を防げるローションを出すねっていうだけです。あんまりなんか親身な先生ではなかったですね。はい。全身乾燥がひどいから、そう、だからちょっと心配だったんだけど、続いて、呼吸科に行きます。どんだけ病気してんだよって感じなんだけど、とりあえず多分中撮影禁止だと思いますので行ってきます。呼吸科の方は本当にめっちゃいい先生で、本当に分かりやすくいろいろ教えてくれたんだけど、副鼻腔炎からの慢性気管支炎になってみたいで、で肺がうまく機能してない可能性があるから、明日肺の検査をすることになりました。今からファーマシーに行って薬をもらいます。ここですね。あ、大変だった本当に。セラビーだったらどうしよう。汗ばめの、セバメドっぽくない？セバメドだったら普通に買えんだけど。本当にインド人張り込みしてくるから、私の番なのに全然進まない。1回や2回じゃないからね。毎回インド人は間に入ってきてずる込みする。私もずる込みするけど相当ね。バスの時なんてひどいもんだよ。本当だよ。これも安心されてんじゃん。ガスガスが作るから。これが鼻の薬で、これが夜だけの薬。
あと私でも買えるようなこのローションのやつね。これひどかったよね。やばい医者めっちゃひどかったよね。やばいね、皮膚科のあの先生はマジでひどい。皮膚科あれさ、私の子がさ親身になってさ人の肌さできると思わない？いや、エリノが普通に多分知識もあると思う、あの肌に関しての。いや思った、こんなのさぶっちゃけさ実際セバメドとかの方がいいでしょ、セラビとか。いや分からんけどこれ使ってみたことないから、なんかさ肌も全く見ないでひどかったよね。なんかその肺の先生に比べちゃうともう親身度も全然ないよね、うん、なんかホルモンバランスだよお前みたいな。ひどかったわ。とりあえず言うてそれめちゃくちゃ聞いたりしてね。確かに2日目は X 線と CT とかを撮って肺の私の今の状態を調べるそうです。さすがに3ヶ月ぐらいずっと長引いているので精密検査をした方がいいということで、でね、ちょっと皮膚科なんだけど、昨日行った皮膚科がね、やっぱりね、ちょっとね、私も美容知識があるがゆえにいただいたローションが、私が今まで3ヶ月間ずっと自分でトライしてきたものだったのね、配合されている成分が。なのであんまり効果効能がないものだったんですよ。もう文句というかこれはどうなってるんだっていうことを伝えようかなと思います。全然肌も見ずにそれだけを渡された感じだったので、まあ、それだったらね私でもできるので、とりあえずねちょっと、行ってみたいなと思います。今日は皮膚科ももう一回ねちょっと話を聞きに行こうかなと思います。呼吸科の先生に相談をしたんですよ。この病気とこの皮膚の乾燥具合は関連しているのかということを確認をしたら、もしかしたら関連しているかもということで、あんまりいい先生ではなかったということをしたら、もう一度アテンドしてくれるよということで新しく先生がアテンドさせてくれました。はい、ということで7時間かかりました。めっちゃ疲れた。朝から行って今もう5時、ほんと疲れたって感じなんだけど、7時間だよ、ほぼほぼ。しかも日本の病院みたいにほぼ1回も待っていない状態で7時間だから、多分この動画本当に5分とかでまとめてると思うんだけど、7時間をとりあえずその検査結果をもとにお話ししていると思うんだけど、この動画でも呼吸科の先生だけ引きが良かった。はい、Hold the breath for some second, like 10 to 12 seconds, okay? Okay. After that, I call you, blow, you fast blow and long. And normal, and stop, okay? So, continue, long. Now, deep inhale, long exhale, deep inhale, long exhale, 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 exhale. Hold.3回目の病院です。今日は血液検査の診断の結果を受けてから皮膚科の方も呼吸科の方も血液検査は平気でした。ただ白血球がちょっと少ないということで、免疫力が弱まっている時に白血球が結構なくなるみたいなので、それが原因ではないかなと言われています。今日は咳止めの薬と、あともろもろ皮膚の薬をいただきます。で、前回いただいた普通の私でも買えるようなローションはやっぱり意味がなかった らしいので、まあ、先生によってね、いろいろ違うと思うけど、さすがにね、今回私が購入したローションっていうのは血液検査をしないと販売ができないローションなのね。より強いこの乾燥に効く薬をいただくことができました。はい、
VTR 見ていただいて分かる通り、なんでこんなに長引いたかっていうと、タジキスタンの病院に早く一番初めに行けばよかったものの、タジキスタンって医療がすごい発達してるかって言われたらそうでもないの。ちょっと行くのがね、実際怖かったって様子見をしようかなと思ったのがきっかけです。で、長引いてしまったのね。ちゃんとタジキスタンで行けばよかったものね。でも今振り返ってみても多分タジキスタンではちょっと病院には行けないかなと思います。はい。そのウズベキスタンでも慢性気管支炎って一番初めにね診断をされたんですけれども、その元凶が副鼻腔炎からの慢性気管支炎で、副鼻腔炎っていうのはウイルス感染によって頬とかが痛くなったりするんですけど、これがもう日常的に痛くてびっくりするぐらい痛かったんですよ。でも多分皆さんね気になるだろう料金についてお話をしていきたいなと思います。まずウズベキスタンでかかったのは、これね通院の VTR が流しているからその前はね、お話をしないと思うんですけれども、ウズベキスタンの通院料っていうのが病院の料金っていうのが、まあ、診断料が、3500円ほど、そして CT 取ったんですよ。 CT で慢性気管支炎っていうのが分かったので CT で、8000円ぐらいですね。そして点滴が、通院3日間しまして1回の料金が7000円、そして、まあ、薬代、等を合わせて薬代が5000円ぐらいかかりました。ということで、まあ、2万円ぐらいですね全部で。続いてインドなんですけれども、インドは診断料が、皮膚科と呼吸科合わせて、6000円ほど、そして薬代が全部合わせて、まあ、3000円ほど、そして呼吸器検査、あの精密検査、呼吸の肺とかのあのこうやってふっふっふってやってたと思うんだけど、その VTR も見ていただいてる方分かると思うんだけど、それを合わせて検査代が約2万7000円の3万円。高いでしょ。私これ1万2000円ぐらいって言われてたの最初だから、まあこれも受けるかなんて思ってたら2万7000円で超びっくりしたんだけどそうで、呼吸科がまあ2万7000円、そしてアレルギー検査、これがもしかしたらそのヘモグロビンにの血液に何か問題があるかもしれない、これだけまあ皮がね全身向けていたらちょっと普通じゃないということで、その検査がまあ9000円、合わせて4万5000円ぐらいですね。でこれを合わせると6万円ぐらいいってます。6万円以上ですね。高いっていう感じなんだけど、もう本当に痛いんだけど、6万円だったらどこの国行けるっていう話なんだけど、6万円って言ったらどの治療ができるっていう話なんだけど、6万円って言ったら何買えるっていう話なんだけど、もう本当になんか思ったよりも高くてびっくりしました。ただこれに関して、まあ、日本に帰ればね海外医療保険っていうのがまあ適用されるんですけれども、日本でかかった場合の金額と照らし合わせてのお値段なので、そんなに実際帰ってこないかもしれない。プラスそれのね悪用される方が多いらしく、私はもしかしたら適用にならないかもしれないですよ。なのでまあやってみないとわからないんですけれども、その申請についても書類が本当にめっちゃ多いの。もう本当に疲れるっていうぐらいめちゃめちゃ書類関係があって、これ本当にねちょっと難しい書類なんだけど、それを集めるのが難しい、プラス英語で書かれたものを日本語に翻訳しないといけないものなので本当にいろいろ大変なんですけれども、そんな感じです。はい、海外の病院について皆さんにシェアをさせていただきました。海外の病院ね不安な方多いと思います。少しでも参考になったなと思った方はいいねとチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしてください。ありがとうございました。One down to ride, oh, oh, bitch, you know.